はい、こんにちは、イレくんです。ということでして、今日はですね、おすすめモンスターとしてこのガーゴイルを紹介したいと思います。はい、このガーゴイルなんですが、入手方法はキラーマシンガチャ、通常のレギュラーガチャ、どちらも売ってます。そしてランクは B ランクとなっておりますので、まあそこそこ出やすいので、持ってる方もいるのではないでしょうか。はい、そしておすすめポイントなんですが、まずはこの移動力。移動力4ってだけでね、もうマジで使える。普通はだいたい2のキャラが多いですよね。ですので倍移動できますからね、遠くから一気に近づくことができるんです。そして一気に近づいて何をするかと言いますと、そう、正解、眠らせたり呪文を使えなくさせたりするんですよね。例えばどういうステージかと言いますと、その前に出て行って攻撃したいんですけども、前に出ると強い範囲攻撃、例えば呪文とかね、の範囲に入ってもう近づけないとか、そういう場合はガーゴイルでね、さささっと近づいて呪文封じとか眠らせたりしたら、もうかなり有効です。その他にもボスステージとかで一気にボスを倒したいんですけども、後ろの方で回復キャラがどんどん回復して倒せない時とか、先に回復キャラを倒せばいいんですけど、このガーゴイルだと1回だけでね、眠らせて他の人たちは攻撃に専念できるんですよね。ということでして、ちょっとこれを見てください。はい、12章9話のアークデーモン戦なんですが、こちらいろいろな戦い方があるのですが、今回はせっかくなので、ベホイミスライムを眠らせる戦法で倒してみたいと思います。12章9話行ってなくて、ちょっとネタバレだから見たくないっていう方はごめんなさい、ここでお別れです。次回の動画でお会いいたしましょう。12章9話クリアしたら絶対見てくださいよ。はい、敵なんですが3体しか出ません。まずアークデーモンなんですが、5ターン目にイオナズンで全体に1万攻撃とかしてくるんですよね。ですのでこれをどうにかしないと、普通に受けると負けちゃいます。で、アークデーモンを5ターン目までに倒したいんですが、ストーンマンがカバウをしてくるので、まずストーンマンを倒さないといけない。で、ストーンマンをベホイミスライムが回復していきます。で、ガーゴイルで今回は寝かせましょう。で、このベホイミスライムなんですが、はい、ズズズ眠り攻撃が超弱点となっているので、普通にめちゃめちゃ効きます。はい、そしてアークデーモンの弱点は、バギー、デイン。はい。で、ストーンマンもバギーとデインなので、できる限りバギーと、デインが強いキャラを入れてください。いなかったら、範囲攻撃できるキャラとかがおすすめですね。はい、それでは行ってみましょう。まずはアークデーモンが、はい、貯めますよ。これ5ターン目までに倒さないと大変なことになります。はい。まずは二次クジャク。はい。で、ワイトキングは、バギー行っちゃいましょう、バギーマン。はい。はい、バギーは効きますよ。はい、次に、はい。キラーマシーン行きましょうか。はい、近づいておきましょう。はい、ガーゴイル、ガーゴイルはね、このまままっすぐ行きましょう。はい。で、ここでストーンマンがアークデーモンの身代わりになります。はい、ガニラス入れてます。ちょっと、はい、近づきましょう。で、2ターン目、はい、全身に、はい、どんどん攻撃力が上がります。はい。で、二次クジャクなんですが、ちょっと、ちょっと攻撃いきましょうか。はい。どれいきましょう。ここからブレスいきましょうか。はい。アークデーモンに。はい。あんまり効いてないですね。で、バギーマンいきましょう。はい。これは、効きますね。バギーマンは効きますよ。で、ここでね、
こういう感じでストーンマンを回復 してくるんですよね、どんどん。で、ここで、ローリングアタックいきましょう。はい。キラーマシンのローリングアタックと。これは、2体同時なので、はい。で、ここで、ガーゴイル、ね。超弱点。これ、眠らしましょう。ベホイミスライム。はい。はい。寝た。はい。寝た。これね、1ターンじゃなくて何ターンも寝るんですよね。はい。また、この間に早くね、ストーンマンを倒さないといけません。はい。はい。ですね。ガニーラスを、ここ、いっちゃいますと、ずっぽし。はい。ライジン切り。ライジン切り。ストーンマンに攻撃ですね。これ、はい。はい。アークデーモンがどんどん、来てますよ。はい。で、次に、ここから撃つと、ブレス撃つとね、スライム、ベホイミスライムに当たっちゃうので、ちょっとこっち行きましょうか。はい。はい。まあ、抜群71。はい、ここ、バインクロス一気に行っちゃいましょう、これ。あんまり撃てないので、はい。ここ、ドンと。倒した。はい、倒した。あとは、アークデーモンと眠ってるベホイミスライム。これで一気に倒しましょう。5ターン目までに。はい。で、マヒャド斬りいきますよ。これ、ローリングアタック。どっちの方が強い？どっちの方が強いかな？マヒャド斬りの方行きましょうか。はい。こっち行きましょう。はい。ドスンと。強い。250ぐらい。強い。で、ガーゴイルもね、ちょっと攻撃しましょうか。あんまり攻撃は強くないかもしれない。あ、まあまあ、まあまあ与えた。100、どれぐらいは与えましたね。で、ガニアス。ガニアス結構与える。155。で、4ターン。危ないよ。ここら辺倒さないと。で、あ、体勢をね、崩しました。はい。対体勢崩した。もうこれで勝ち確です。で、これで、ブレスなんですが、もうね、勝ち確なんで、これ当たっても起きるのかな？起きない。寝てる。まだ起きてない。もう勝ち確ですね。はい。バギマで、ドスンと。はい、こういう感じで、ベホイミスライムに回復させないように、ガーゴイルとかにね、寝させて、こういう感じでここを勝つこともできます。はい、ということでして、このガーゴイルは、4マス移動できて、さらには、眠り攻撃、そして呪文封じと、もう、かなりのサポートキャラなんですよね。ですので、持ってる方でまだ育成してない方、よかったら育成してみてはいかがでしょうか。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。